女優の杉咲花が主演を務める TBS 系火曜ドラマ、花の千晴霊花壇ネクストシーズンから、毎週火曜22時チルダ、の第9話が12日に放送され、平均視聴率が 8.6% だったことが13日、分かった。数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ。江戸川音訳の杉咲花初回は 7.4%、第2話は 7.9%、第3話は 9.6%、第4話は 9.0%、第5話は 8.7%、第6話は 8.3%、第7話は 7.5%、第8話は 9.6% と推移していた。第9話は、音。杉咲が何者かに襲われ、偶然通りかかった桃の園学院の近衛、深島陸、たちに助けられる。その後、音は事件を裏で操っていた犯人を知り、すぐさま天馬にその事実を伝えるも、何かの見間違いでは、と天馬は半信半疑。音は自分を信じてくれない天馬にショックを受ける。一方、晴れ、平野紫耀は音の前で、なんで信じねえんだよ、そんなの一択だろ、好きな女の言ってること信じねえでどうすんだよ、と天馬に怒鳴り、と言った展開だった。晴れの、一択だろ、に、SNS では、春とかっこよすぎる。素敵すぎる、晴れにキュンキュンした、イケメンすぎる。神楽木晴れ、そんなの一択だろ、に感銘受けた。感動して泣いてしまった、などと感動や絶賛の声が上がった。最後には、晴れと天馬が音をかけて、柔道、弓道、剣道の武道三種で対決することが決定。次回第10話、果たしてどちらが勝負に勝つのか、注目だ。また、第10話の予告映像で、全シリーズ、花より団子、で松田翔太が演じていた、F4 のメンバー、西門総二郎が第10話に出演することが発表され、ファンから歓喜の声が上がった。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。